ちょっとね、やばい。そうですね、ミキラジと同時進行で聞いてくれたら嬉しいです。今日はそうですね、なんて言うとしたんだっけ、新曲のレコーディングをやってきまして、その待ち時間の時にね、ちなっちゃんさんのショールームにちょっと伝わせていただいて楽しく話してたんですけど、今日はちょっと自分も配信できそうだったのでさせていただいております。これさ、メイクつけられるんですか？グリップはちょっとできないのか、残念、無念、残念無念、なんとかはなかったんですねっていう歌詞があるんですよ。フィルター、北海道、カンパ、チャルク、グレイ、このグレイならちょっとバレないんじゃない？なんかちょっと面白いね、時代を感じる。これなんだ、何が違う、ちょっと濃いな。お、これいいんじゃないですか、グレイかっこいいですね。これちょっとなんか肌色なんか元気なさそう。わっ青鬼みたいじゃない？これなんか違う？あ、やばい、これをやってから見ちゃうと良くないんよね。まあまあまあ普通でいきましょう。月さん、いいね、ありがとうございます。ごきげんよう。ただいま5月22日アプガニキのラストライブ、8人体制ラストライブのチケットを販売しております。ショップボタンからゲットできますのでよろしくお願いします。昭和レトロ誌で家行っていい、だって家ついて行っていいが昭和レトロ誌でやつらしいですよ。いいな、ここ行ってみたい、行ってみたい、みんなつけてみて。昭和レトロ市っていうのかな、これ何の町、人形町、人形町だそうです。テレビついてます。おーおおおだって、髪の毛染めてないですよ、ちなみに。いいですね。そう、今日新曲のレコーディングをしてきたんで歌っちゃいそうなんですよ。わかりますか、この気持ち。にゃー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 、ここまで歌いました。にゃー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 、どこちゃん、どこちゃん、家ついて行っていいですか、どこじゃん、なんちゃんなんだろうね、そこはちょっと言わないで。なんでどんぐり大歓迎。みんなゆりに何の曲を歌ってほしいですか、どんな曲歌ってほしいですかね。テレ東ですか、エメラルドグリーンの家だしです、いいなぁ。うちの塗装可愛いといいですよね、すごい憧れてました小さい頃から。可愛いうちの家、外観が。
さっきまでオーバードライブ聞いてました。お、止まらないですね。髪染めてるんですよ。染めてんだけど最近染めてない。最近ってどんぐらいかな。やっぱ本当に今日本当にボサボサなんですけど、ちょっと悲しくてごめんね。でもどうにもならない。おじいちゃんの声がするおじいちゃんがね、柴犬服になんか言ってます。福くんはね、あのまだちっちゃいんで、年齢若いので元気いっぱいでございます。もうすごいのよ、おじいちゃんがめちゃくちゃ服に話しかけるわけ。だからユウも一緒になって話しかけてますでも福くんは自分の立場をねちょっと理解してないですね。あんまり懐かないのよ。たくさん愛をあげてるつもりなんですけどねあ、福くんとどっちが速く走れますか。同じくらいですね。全速力で走ってゆりが全速力でついていくって、まあ全速力リード持ってるからちょっとゆりの方が速いかもしれないけど、結構速いですよ。衝撃だったもん、全速力で走ってる時。でなんか若い子っていうのかな、ねまだちっちゃいワンちゃんって本当に足早いよね。うちミニチュアダックスフンド飼ってたんだけど2匹ね、うん、本当にさその時もう全盛期ワンちゃんの全盛期の時足早すぎてさ、もう足のさ長さはこんなぐらいしかないのにさ4本足ですごいスピードで進んでいくからさ、もう大変でした散歩してる時。すごい話しかけてるよ。ゆいも今行きたいです。話しかけに行きたいんだけど、行ってもいいかな。そんなに支障ないもんね。ちょっとおじいちゃんに配信してること言っとこうか。ちょっとゆり移動するから隠すね。ねえねえねえ、今さちょっと配信してるんだけどさ、福ちゃん映してもいい？うん、どこか？いいよ、ゆりがそっちに行く。あーごめんごめん。うん？福ちゃんの映してもいい？映してこういうこと。はい、福ちゃん、せーの。あー来た、かわいい。びっくりしてます。ここがうちの服です。すごい。何？写真じゃないの？動画。かわいい、かわいい。カメラの自分は認識してるんかな。してないよ。してないか。そんなに多分撫でられて嬉しくないよね。くっ、ひひ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 ひ。反応はない。すごい。もう壁の方に追いやっちゃった。ありがとうね。
バイバイ、おやすみ、おやすみ、うい、うわ、そんなちょっと臭いだろ臭い臭いいい匂い、犬の匂いだからね。わー、うい、ありがとうバイ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 、かわいい、ありがとう。何も分かってね、そんな壁の方行かなくってもね。早く、おいでおいで。何したの？ふくちゃん見せたのバイバイ。すんかんぽに逃げちゃったのあ、でも夜の匂いをたどってるのよ。だからちょっと興味はあるんだよね。帰ってきましたよかった、くまたろさんありがとう、ヤギラさんかわいい、つきさんワンちゃん、あゆさんワンちゃん、おえさんかわいい、ヤギラさんかわいい、かたさんかわいい、たけはるさんかわいい、ゆうきさんかわいい、ありがとう、つきさんかわいい、ありがとう、まりんちゃんかわいい、ありがとうよかった、分かってるし、うちのふくちゃんの可愛さ分かってくれたでしょそう、うちはあのお散歩に行って、結構ねおじいちゃんがお散歩によく行くんだけど、帰ってきてあのタイムがあるわけですよ、ふくちゃんおめでタイムめでるんだけど、あんまり嬉しそうじゃないっていうルーティーンです。いや、くちゃんほんと可愛いんですよ。だって なでなでしてもさ、全然喜びの表情を見せたことがないわけよしまったらもう一回癒しタイムに行きます。ではそう、絶妙な表情なんですよ。もうなんかよしするんだけど、こういうなんか嫌がってるわけじゃないんだけど、なんか絶妙だよね。ツンデレでもない、出れたことないもん、うちにツン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 、そっていうよりなんか透かしてるよね、そっけない感じ、ふんふんっていう興味なしよーみたいな。福ちゃんって女の子だったかな、どっちだったかな、ふ、福くん、福ちゃん、両方呼ぶからわかんないな、男の子かな。海賊ラビットさんかわいい、ありがとうございます。そう、珍しくない、ワンちゃんとしては吠えたりもあんましない、まあ、ゆりが来た時は吠えるけど、尻尾で振ってるとこ見たことないですね。嬉しくないのかなでもちょっと嬉しそうな時は尻尾上がるの、いつもスンってなってるんだけど、クルンってなる、そうそう、コロコロフクフク、冬は吠えられるよ。人様が来た時は吠えますね。あとちょっと遠吠えしたりとか、そんな犬いるのって感じでしょ。そう、うちの子はそうなのでもね、別にあの幸せじゃないわけじゃないと思うんだよね。そう、幸せを感じてる時でも尻尾を振るっていうね、あの習慣がないんだと思う。あのいつもねお菓子タイムがあるんだけど、みんなで家族っていうかおばあちゃんとかとねお茶するときに、お茶の時間に一緒に福ちゃんもね参加するのよ外でねそしたらあのちょっとこっちの方に来て人間の食べ物をもらおうとするんだけど、椅子座ってますそう、もらってる時はすごい嬉しそうなんだけど、別に尻尾振ってるわけじゃないんですよね。うん、だから多分そういう習慣がなかったなと思う今までね。
他のワンちゃんともそんな交流する感じじゃないから。硬派なんですよ。硬派株買ってないです。全然見に行く時間ないですね。そう、そういえばね、ショールームでは報告してなかったんですけど、この間原付の免許をついに取ることができました。でね、講習で初めて原付に乗ったんだけど、いや楽しかったですね。なんかこう2チームぐらいに分かれてね、なんていうの、女の子とかあんま慣れてない、自転車とかにもあんま慣れてない子チームだったんですけど、まあ、ゆりは、まあ、自転車は慣れてるけど、まあ、一応体が小さいから足つかなかったり持ち上げられなかったりしたらあれだからそっちに行って、でもね意外と乗れたよ。そう、そのなんて つきっきりで教えてもらってる子もいたけど、ゆいは意外と乗れるタイプだったってことが分かりました。自転車のあのね、高校生になってからゆり自転車もね乗るようになったんだけど、カブ乗れなかったよ。ビーノっていうスクーターに乗りました。可愛かった。その最初ね、自転車は小学生の時かな乗ってて、でもそんなに乗り回してる感じじゃなかった。ただ親友の家に行くと自転車貸してくれてね、ちょっと遊んでたぐらいなんだけど、そっから全然乗ってなくて、高校生になってゆりが乗れないって話を友達にした時に、帰り道にね、自転車通学の子だったから、なんか練習しようよって言われて無理やり、ほぼ無理やりぐらいにね乗せられて、でちょっとだんだん乗れるようになったっていうのが始まりなんですけど、面白いよねこの話なんか今して思った、そこでゆり乗れるようになったんかって思って、優しいっていうかちょっと面白いなって思って、でもその子のおかげでね自転車、まあ、その後、まあ、高校3年生ぐらいに買ってもらったのかな、またうん、自転車欲しいって言って買ってもらって、それが今の愛車。あ、1個前ですね。1個前はタイヤがちっちゃいやつでした。それはね、今うちの方にはないか。今はタイヤが大きいのにして乗りやすさ重視、テレビやってるんですよ、快速ライブトさん、バルーンありがとうございます。自転車の色は秘密でございますただ結構愛車なんで、可愛い自転車です、気に入ってます。でもいかつい感じじゃない、普通のママチャリですよ。まあちょっとまだ配信中なんですけど笑っちまう座って、うん、笑っちまう、あ、座福ちゃんを抱えて笑っちまうってきました可愛いですね。え、もう行っちゃう、まあいいか。まあいいか（笑）ありがとうございました。いいな、自動二輪も欲しいですけど、まあまた取るとなったら通ったりしなきゃいけないんですよね。それは今は原付で多分より起き上げられないと思うし、 50cc より上に行っちゃったらね、重くって
からちょっと今はとりあえずスーパーカブを愛車を手に入れたい。ゴールデンウィークリリーベ終わったら見に行けるかな、わかんない、勝手に言ってるだけだから。これより株主目指して頑張りたいと思います。普通免許はいいかな、しばらく。だって車に乗りたい欲はそんなに今ないもん。リュウが今リビングにいるからですね。あ、行っちゃったな。これは帰ってきたんか。そんな感じで今日はちょっと緩い感じで話しましたが、そろそろね終わりにしようかなと思います。見てくれてありがとうございました。告知をしたいと思います。プガニキはゴールデンウィークめちゃくちゃ予定があるんだけどね、一番の大きなライブは5月22日、8人体制ラストライブが川崎クラブチッタにて、なんだよなんだよございます。そう、このねチケットはグッズショールームのグッズから買えるんですけども、皆様にぜひたくさんの方に来ていただきたいです。本当にキャパも大きな会場で8人体制ラストライブ、8年の2期をねたくさんの方に見ていただきたいっていう気持ちもありますしね、ゆりの歌って踊る姿をいっぱい見てもらって、あ、ちょっと押してみようかなって思ってもらえる人がね、そんな風にあなたに持ってもらいたいなっていう風に思いますので、皆さんぜひお越しください。ちゃんともっと今日よりキラキラしてる感じになるので大丈夫。熊太郎さんファイト、ありがとうございます。それでは見ていただきありがとうございました。ランキング読んで終わりにしたいと思います。滝春さん、快速ラビットさん、あいゆうさん、福ぬらさん、アンドハローさん、アンドハローさん、熊太郎さん、ひいなぎさん、ケイレプさん、ヤギ沼さん、りゅうきさん、まりんちゃん、おやさん、一位がつきさんでございます。ありがとうございました。今日も見ていただきありがとうございました。皆様良い水曜日をお過ごしくださいませ。ありがとうございました。うつしまでした。またねー。